王国はレスリアの東にあるの。王立順位研究所は首都のサンテロールにあるわ。ソルトビューからだと中央レスリアからミードックを経由してロンド川を越えていくのが一般的ね。お手並み拝見だ。いや、いろいろ疑問が浮かんできた。どうなっているのか。逃がすものか。レスリアの住人のことです。そう、君も私も住人と呼ばれる入れ墨のようなものを体に刻んでいる。これは普通子供には定着しないものなの。そうなんですか。例外がないとは思えない。先を急ごう。でも彼女が使った術が仮に住人によるものなら、私が見たことも聞いたこともないかなり高度なもののはず。はい。しかも2回とも倒れてしまったということは、彼女の体にそれだけの負担のかかる強力な術であることを意味している。やっぱり私の理解を超えている。もう一つ、常に見えているはずの住人が、彼女の場合術が発動するときにしか見えない。それ私も気になってました。君も術師だものね。こんな気持ちになるの久しぶり。
を急ごう。やったね。強くなれる。しまいましたね。ロンド川を越えた先は山よ。子供にはちょっときついかも。私も結構クタクタです。緊急事態なわけでもないし、ミードックで一泊しよう。
リアは好きな人とかいるの？好きな人？フィデル。なるほど。あとミキも好き。そっちもいける口なの？リリアに変なこと教えないでください。そろそろ寝ようか。誰かが近づいてきている。はい。宿の者ですが、ちょっとよろしいでしょうか。複数いる。おかしい。明日にしてくれ。窓から逃げるんだ。早く。気づかれたぞ。蹴破れ。としても捕まえろ。何者？確認してる余裕はない。とにかく逃げよう。エイタロンが使っていたのと同じ武器だ。フィデル兄、あいつらの格好、最初にリリアに会った時の鉄の塊の中にいた。本当か？それが本当なら、うん、狙いはリリアだと思う。絶対守らなきゃ。仕事は仕事。